えー、ノートでね、INFJ とか MBTI とかなんかいろいろ調べてたら、INFJT とか INFJA とか、まあ他にも T とか A とか書いてあるから、これ何なんだろうとか思って調べてみたら、あ、こういうことでしたっていう。えー、T がついてる方は神経質で BB 症で、多分 HSP とかああいう人らでしょ。うん、えー。A の方は神経質でなくて精神が安定しているっていう。 まあだから、あこれそういうことなんだと思って、で、俺ってあれじゃんって、典型的な、あの、T の方じゃんって、うん、神経質で、ビビリ症で、HSP ではないんだけど、うるさいね、音立てられると、マジで俺ね、イライラしだすから。 本当に精神はね、安定しているかしてないかというと、あんまりしてなくて、むしろね、闘争心とかに燃えてしまうタイプ。うん、嫌いなやつがねあの、いたら本当に燃えて、あ、孤立を潰すために何をしたらいいかってずーっと考えてて、まあ、精神があんまり安定しているかと言えば言えないんだよねっていう。で、まあ、俺はこんな風にさっきの動画で書いてたでしょ。他者に依存しない自立心。うん でまあ要するに他者に依存しない状態を作ることが大事でいかにしてこの何自立状態自立率っていうかな依存率を下げていく自立率を上げていく俺はこれが大事だと思っててつまりいかなる状況においても他者に致されないといううんまあ他人に頼ってるとねどうしてもねあの他人の言うこと聞かなきゃいけなくなってきてそういう状況下になってくると俺はねイライラし出すんだよねっていう神経質になって。 うんだからそういう状況にビビってるとも言えるとで外界への強さっていうのが個性とか言ってるんだけどこれ要するにね外界で戦ってる時にねあ、まあ、要するに社会でいる時に自分がどれだけのことができてどれぐらい相手から危機を押し付けられないかまた危機を回避できるか危機に対処できるかという能力。 で俺の場合は、このペルソナ TE が補強されてあるから、まあ、かなりね、悪さするんだよね、俺。うん。自分が安全地帯いるの知ってて、例えば法学やってるから、 えっと、今あなたがどれだけの法律を犯してて、で、刑法で犯してて、で、それが刑法で確定判決受けたら、えー、民事で損害賠償で、で、どれぐらい取れてとかで、一室利益がとかね、精神的苦痛がとか言って。もうそんなこと考えてたら、楽しくてしょうがないから、逆の方向の HSP なんじゃねえのとか思いながらね、俺。うん。で、他にもね、 えっと、TE が悪さするって言ったら、例えばの仕事とかで、これをこうやったら、まあ絶対に伸びるよねとか合格するよね。もう合格間違いなしの状態に追い込んでいる。で、これ逆に言ってみれば、それをやってくれなければ、俺はイライラいらいらいらしてて、もう最後切れ出して、 まあ女の子だったら机蹴る男の子だったら殴り出すっていうのをやり出す可能性があるぐらいイライラしてるっていうだからメンタルが、ね、あんまり安定してない人だと思う俺はでこれがね逆に言えば神経質であるがゆえに危機に対してあの全ての考える想定する危機に対して対処しようとするからまあ、だからそこに頭がね駆け巡るんだよね性格的に。 だからあの、のノートでザクロさんっていう人が書いてて、でもう一人オプチャで、えーと、バニラさんっていう人がいるのあ、ここにいる、ここに。うん メンタルダウン仕掛けた時に MBTI にハマってたから少し耳が痛いって書いてあるでしょう。この人も多分ね、T の方なんだろう、神経質の方。メンタルダウンするぐらいだから。で、九王さんという人も,もう前の職場で感情型のバカどもになんかイライラさせられてたっていうから多分ね、T の方なの、神経質なんだと。そもそもね、A だったら森保ジャパンがあんなにひどいことやってても多分あんま気にせずに眺めてたと思う。うん。で、俺は T なのに森保ジャパンをあの批判もせずにほったらかして、 眺めててててこれは勝てるとか言ってたでしょまあそれはね経験値のなせる技というかだからここで大事なのがね全ての状況に対処できる能力またあのそれだけの準備で危機は察知するまた避けられるだけの準備能力そういったものがね備わっていれば怖くないんだよねっていう。 うん、でそれがね多分あのー、SE, SE でね察知してで TE を大量に外注することによって補強するっていう。で TI はね俺正直本音言うとねこれ役に立たないんだよね。うん自分の人生においてもこの TI はまあ分析するのには使えるんだけどああ内向思考のことね。うん。いやーこれ哲学とか文学とかさ芸術とか。 確かに俺はそういうのは得意な方ですよっていう。うん。しかも NY で内向直下までついてるからあの、大体動き分かるよ、メカニズム分かるよ。でも、なんとなく見てて思うんだよね。これ何の役に立つのって。で、何の役に立つのってずーっと思いながら生きてるから、だってね、の T の部分を持ってると、これ何の役に立つのって不安になってしょうがないんだよね。だから、 本当に神経質以上か、まあ、精神以上のレベルで TE っていうのをガンガン取り入れていく癖があって俺まあだからね例えば方角の次には体を鍛え出してで喧嘩になったら逃げられるように殴り勝てるようにうん で、えー、と他にも経済学で経済的に安定するように、えー、武器とか帳簿とか会計とかその辺であの神経質なくなってきただから仕事場でもあの大体もうこの辺だと黒字ライン乗ってで危なくないラインっていうのがあるっていうのは把握できるようになったらもう全然会計に関してお金に関してはもう心配しくなかったし。 で、あとは病気病気に関しては俺死ぬとき死にゃいいじゃんとか思ってるから、うん、まあ苦しめなければいいじゃんっていう。あのー、ケビン・トゥランてかね、アキレス腱切ってのを俺生で見てたから、生っていうのは生放送で、あれ見て以来ね、怪我するのだけ嫌だなと思って、またそれでね、TE が暴れだして、うん、まあどうすれば怪我をしないかっていうの一生懸命調べながら、だから俺がさっきから言ってるでしょ、 えー、法律で、つまり法学。で、えっと、武藤で、これ物理学も入ってくるのかな武藤、体鍛える生生、えっと、生理学。で、生物学なんかも入ってくるかもしれない。で、化け学なんかね、いよいよ最後ね、欲しいなって思ってるのが、なんでかっつったら、化け学ってね、最高にね、使える、まあ、毒物なんだよねってう。 で、最高に使える毒物っていうことは、これね、自分が仕掛けられた時にね、分からん殺すたる可能性が高いから、化け学やっとかなと思って、今ね、ちょっと思ってるの。で、数学はって言われて、まあ、これは物理とかスーッと化け学とかを理解する上で必要だから、だから、あの、この TE がね、必要な部分っていうのは、 本当に役に立つから俺はもうガン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 取り入れてあの自分の能力保険に使ってるってで俺の場合ねこれはっきり言っとくと60点くらいでいいと思ったの50点から60点、うん。まあ要するに相手がねえー、っとこのうーん弱いところで戦えばいいんだから。 だから相手がね、その俺が言った実学のこの TE の外交志向の分野で、全部で50点取ってるとは限らない。絶対に、どんな優れた人でも40点以下の分野ってあるから、だったらそこでね、50点の自分のその中途半端な TE をぶつければ勝てるわけだっていう。うん。まあそんな感じでね、俺は考えてて、まあそう言ってれば、あれでしょう、孫子の攻めがたきを守り、守りがたきを攻め、<laughs> 人にいたして人にいたされずっていう、ね それをもう実践して生きてるっていう孫子っていうのはでもどっちなんだろうねって TE じゃないよね明らかに TI の内向思考の方でまあだから内向思考も役に立ってるんだろうなって他にもね老子の老僧思考なんかも俺は取り入れててだから多分これ TE と、ね、TI を両方と伸ばしてるから精神が安定してんだろうねっていうある意味でうんまあまあ安定するような環境を作ろうとしていると。 でこれが、えー、と日本の政治状況とかね見てたらもうどうしようもないんであれはもう話す気にもならんとバカバカしいという。なということでこの t とね a の違いについてで t っていうのがいかにビビり症かっていうのが分かったでしょ俺がどれだけ準備してるかっていうまあねうん危機に対する期待値の計算とか危機あらゆる危機の状況をずっと外界から察知してるとか で、何か仕掛けられた時に、とにかくもう、セットプレイを、ん、ガン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 積み込んで、準備してるっていう。まあ、この辺が、えー、T の特徴で、えーっていうのはそういうことはしないから、ザクロさん見てても思うんだよね、あの人。 よくもまああれだけぽい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 発表できるしあれだけガン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 発言できるなってえこういうこと言ったら嫌われるとか思わないんだろうなとか言ってまあそういったね屈託の,のなさはね俺はあの人の魅力だと思うしバニラさんの方は逆に神経質のところが魅力なのかなって QO さんとかうん多分これ T だからじゃあお前はっつってえーっとうーんいやーあのー 例えば俺ね、いろんなところでね、変なね、悪さしてくるでしょう。うん、知ってるから、うん、大したことにならないって、うん、知った上でやってるからっていう、うん、そんな感じでね、分かりましたかっていう。皆さんも T の人で HSP なんか持ってる人なんかは、まあ、どうやって生きたらいいかっていうのが、この俺のしゃべりからね、結構ヒントをもらえたんじゃないのかなっていう。まあ、簡単に言うとね、っていう、強くなりましょうっていう、うん、あのー、外界に対しての強さ。 外に向けて自分の強さを発揮できるぐらい能力を上げていきましょうっていう。だってね、美人の人ってね、女の人、すごい得してるでしょあれがもう究極の姿よっていう。うん、ということで今回はね、えっ、ー、と、INFJT と INFJA をもって T と A の違いと、またあの、ペルソナー T で補強することの重要さについて語っていましたと、じゃあ失礼します。